はい、どうもダイです。さあ今回はですね、物語終盤のレベル上げにおすすめなメタルハンドの出現場所をご紹介したいと思います。まずね、一つ目の場所がここダーハラ出現というところになります。でこの場所にはね、世界崩壊後に船を再び入手すればね、また訪れることができるので、なのでまあある程度ね、ストーリーは進めていただく必要があります。でメタルハンドはね、ここにいるモンスターと、こうやってね、まあひっついて出現するという形になっていて、で、このメタルハンド倒すとね、経験値が3万5000一体あたり入るので、なのでなかなか経験値稼ぎとしてはね、美味しいモンスターかなという感じですね。で、もう一点ね、このメタルハンドの利点を挙げるとすると、こいつね、仲間を呼ぶっていうのをこんな感じでやってくれて、で、こいつね、3万5000をもう一体連れてきてくれるんですよ。だから両方倒せば経験値7万入るので、めちゃくちゃ美味しいなというふうに感じます。で、まあ一点ね、まあ注意点を挙げるとすると、ザキっていうこれ即死のダメージを与えてくるので、これがね、まあ注意しないといけないポイントかなという感じですね。であとはね、やっぱこうやってすぐ逃げてしまうってこと。逃げやすいっていうのはね、やっぱあるので、だからまあ、仲間を呼ぶっていうのは確かに美味しいポイントなんだけど、それを意識しすぎて戦いを長引かせると、逃げてしまってね、元も子もないので、だからまあ、出現したらね、まあ全力で倒しに行って、仲間呼んでくれたらラッキーだったなっていう感じ。まあそれぐらいのスタンスで戦った方がいいかなという感じですね。はい、では次はね、二つ目の場所の紹介になります。ここはね、日の乃木火山という場所になります。でここもある程度ストーリー進めていただくと、まあ来ることができると思うんですが、まあここにもね、ボスがいるので、まあそのボスがどうしても倒せないって方はね、この日の乃木火山である程度レベル上げてからまあ挑んでいくと、また非常に戦いやすいかなという感じですね。で一応ね、ここの、メタルハンドさんも、こうやってね、敵にお供としてね、こうやってひっついて出現します。で、あとはね、他の出現パターンとしては、こいつにもね、こうやってひっついてきました。で、あとはね、こいつにもこうやってひっついてきたんですけど、この時はね、結構運が良くて、最初にまず2体出て、で、その後に、もう1体ね、仲間呼んでくれたんで、合計で3体倒せたので、1試合で、経験値が10万入りました。なので、まあ、運がいいと、こうやってね、大量に経験値をね、1試合で稼ぐことができるので、このメタルハンドさん、なかなか優秀なね、経験値稼ぎのモンスターだなという。はい、ということでね、今回はメタルハンドが出現する2箇所のご紹介でした。崩壊後の世界にもね、ボス何体かいるので、どうしても倒せないという方はね、この動画をレベル上げの参考にね、ぜひしていただければと思います。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらコメント、高評価、あとチャンネル登録していってくださると大変嬉しく思います。ではでは。